エマニュエル・ベアールはフランスの女優。1963年8月14日にサントロペで生まれたとされるが、1965年という説もある。父親は歌手であり、詩人のギー・ベアールで日本でも有名な歌、カバは呼んでいるで知られる。母親はイギリス生まれでモデル、女優だったジュヌビエーブ・ガレア。自身はデワノン人、エジプト人。 ユダヤ人、イタリア人、ギリシャ人の血を引く。ブロンドの髪、ブルーの目のイメージが強いが、本来の髪色はブルネットである。1976年に映画、ドゥマンレモームで女優としてデビュー。1986年の愛と宿命の泉パートに泉のマノンでセザール賞女演女優賞を受賞。翌1987年には、 天使とデートでハリウッドに進出した。1991年の美しきいさかい女では4時間以上にわたる上映時間のほとんどをヌードで演じて話題になった。1995年にはフランスの女でモスクワ国際映画祭女優賞を受賞。翌1996年にはミッションインポッシブルで9年ぶりにハリウッド映画に出演した。 1999年の見出された時から失われた時を求めてよりではカブールロマンチック映画祭で女優賞を受賞。2002年の8人の女たちで共演したカトリーヌ・ドヌールやイザベル・ユッペールらと共にベルリン国際映画祭芸術貢献賞やヨーロッパ映画賞女優賞を受賞した。1993年に優しく愛してや 愛を引く女で共演した俳優のダニエル・オトゥイユと結婚し、同年に長女を出産するが、2年後の1995年に離婚。1996年には音楽プロデューサーとの間に長男を設けた。2008年8月に俳優のミカエル・コアンと結婚している。また、人権保護活動に熱心であり、1997年には、 移民の権利擁護のデモに参加して逮捕されたこともある。1996年から2006年までの10年間、ユニセフのフランス代表親善大使であった。ありがとうございます。